皆さんこんばんは、遅れてしまって、すいませんでした。今年1年、選手全員スタッフ一同、頑張ってきたんですけども、自分たちの目標としている、優勝するっていうことはね、できませんでした。本当に、すいませんでした。ただ今年1年戦ってきた、選手たちが本当に山口や町田、長野と、これほど差が開いてしまうほど力の差があったのかって言えば、自分はそうではなかったと思っています。ただやっぱり上の3チームにあって、やっぱ自分たちいなかったものっていうのがあって、ただその答えは自分たちが最後残り3試合戦ったこの3試合の中にあると思います。やっぱその足りなかったものっていうのを選手が感じて、それをやっぱ次に生かしてくれれば、きっとこのチームはもっともっと強くなるし、いい結果を出していくことができると思います。ですので、これからも引き続き SC 相模原の応援、そして多大なるサポートをよろしくお願いします。今日は遅刻してしまって本当に申し訳ないですけども、これからも本当にこのチームのことを皆さんよろしくお願いします。